それではこの時間からは毎日展望をお届けしてまいります。解説していただきますのはスポーツ報知の長谷明紀記者です。長谷さん本日からよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日から開催されます夜の帝王決定戦なんですが、6日間開催で、そうですね、はい、争われます、はい、さあ長谷さん、毎日猛暑日が続いております。梅雨が明けて8月に入った途端というか、はい、まあ、梅雨が明けてからもう暑かったんですけどね、はい、うん、前節まではまあ33度とか4度、そうですね、今回もなんかもっと上を行って、はい、今現在はなんか来る時なんかテレビとかラジオとか聞いてたら、はい、うん、地方には38度とか40度近くになるところまであるので、皆さんもう熱中症には本当に気をつけて、水分こんなにとってね、お気をつけてっていうのを選手にもまあ言いたいぐらいですね、うん、そうなんですよ ね、ピットもすごいいるだけで、もう体感温度から何から、昨日の前検日の夕方とはいえね、はい、蒸し暑くて ね、もうピットでもうね、はい、もう汚い汗がドラ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 出てね、爽やかな汗でした。もう本当もうおじさん困りました。本当もはい、ということで、まあ、私たちも熱中症に気をつけながら、いや本当そうですね、はい、熱中症には気をつけながら、はい、暑いですよね、暑いですよね、楽しんでいただきたいと思います。それでは本日から出場します。まずは選手一覧からご覧いただきましょう。さあ今節の出場選手一覧をご覧いただいているんですが、 A1 9名を含む45名で優勝が争われます、はい、8月に入ってね、はい、まあ、大村で言えば、まあ、はい、メモリアルがね、そうなんです、下旬にあるんですけど、はい、メモリアルに出場する選手がいますね、はい、います。さあこの中からまず一人は誰ですか。西山選手とか、西山隆弘選手、はい、そして片岡選手、どちらもまあ2年連続でね、うん、メモリアル選ばれて、はい、まあ、いい意味で前哨戦をね、うん、いい形で終えたいでしょうね。そうですよね、ここで何かを掴んでまたメモリアルに、いやー、ね、もうね、やっぱり気温が上がってる時のねペラ調整っていうのは ね、はい、うん、ね、もうどう思うかなんかね、ヒントがあればいいでしょうね。そうですね、はい、ということでこの45名で優勝が争えますので、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。さあそして、長谷さんには今日は発祥地ドリームの、はい、はい、失礼いたしました。ごめんなさい。発祥ドリームもしますよ。発祥ドリーム。その前にちょっとすいません、忘れちゃいました。すいませんでした。はい、ちょっと NCC 信ぐらいな感じですけど。ね、大丈夫ですか？いつものことですから。いつものことですから。はい、今日、今節もですね、長谷記者にはピックアップレーサーを挙げていただきましたので、そちらのフリップからご覧いただきましょう。はい、大変失礼いたしました。まず今節も、ピックアップレーサー2名挙げていただいております。ね、いいモーターを出すんです。はい、普通ならね、大村のね、いいモーターで、まあ、34号機、はい、これ 58% あるモーター、はい、で、49号機、はい、43%。それ毎回言っててね、もうそんなもう見てる方はもう分かりますよ。追いかけて追いかけて。もういいモーターあるんでしょ、はい、ということで、それ以外でね。なるほど。ピックアップレーサーとして出しました。なるほど。まずは一人目、岡本武選手。59号機、はい、これもう 30% しかないんですよ、うん、なぜか。なぜですか。3節前のシンダーケースセット交換からも大変身した、うん、上昇機上り上司のエンジンですもんね。なるほど。こういうね、いい時のモーターというのはね、はい、本当にね、旬なんですよね。ですので、ここはいいと思います。もうね、はい、岡本選手も昨日は伸びてましたね。これに出足がもう少しついてくれば言うことはないと言いましたけど、はい、大村の前傾は回らないというのと、まあ、気温が上がってるっていうことがあるんでね、まあ、回らないのは当然ですけど、でも伸びるということを言ったのでね、うん、そこは楽しみがありますね。なるほど。ということで、岡本選手の59号機を上げて、はい、ちょっと生まれ変わったこの59号機に注目、ね、生まれ変わりましたよ。はい、ということで、はい、まず2人目は大見選手を挙げていただきます。大見翔子選手、これは 36.6%、はい、もう前回は、ね、三島誠司選手が優勝しました、うん、はい、三島選手はね、うん、部分部分では負ける人がいるけど、全体的なトータルバランスで見れば上位に入ってますと言ってたほどの、ね、うん、はい、仕上がりです、うん、大見選手は昨日乗ったらね、はい、本当に三島さん出てましたかって言ったんで、今言ったことを言ったんですよね。半信半疑。すごく出てるわけじゃなかったんですよ、うん、でも三島選手は上位とは言ってましたよと言ってたら、ちょっと乗ってみたら、まあ、そこまで、ね、出てる感じは昨日はなかった、はい、でも一節空いてます。その前々節とはもう気温も違います、うん、だから、ね、ペラ調整は必要なんですよね、うん、でもこのね、
28は傾向を見てるとレース足が強めなんですね。なるほど。ぐいぐい伸びるっていうタイプじゃなくてレース行ってのパワーを感じるようなモーターなんでね、はい、ペラ調整加われば本当に実践足が良くなるんじゃないかなと思ってます。はい、わかりました。ということで今節のピックアップレーサーなんですが、岡本武史選手の59号機、そして近江翔吾選手の28号機を挙げていただきました。岡本選手なんですが本日の5レースと9レース、そして近江翔吾選手なんですが8レースとそして八王子ドリームの12レースに出場予定ですので、はい、皆さんはぜひご注目していただきたいと思います。さあすいません、先ほどねちょっとフライング的な何かありましてしまったんですけれども、カットされてよかったです、はい、ということで本日も長谷記者には八王子ドリームの予想展開予想を挙げていただきましたので、まずはそちらのフリップからご覧いただきましょう。さあ第12列初日の八王子ドリームなんですが、この6選手で争われます。はい、はい、メンバーご覧になりまして、まずはメンバーはやっぱりいいですね、はい、やっぱりね、メモリアル走る西山選手が1号艇登場、はい、うん、そしてね、あのウエスタンイースタンヤングとかあったじゃないですか、ありましたね、若手のね、あそこで優勝した中村選手が6号艇にいるっていうのがこれまた面白いですね、うん、そうですね、大沢選手もね、もともとは A1 の選手ですからね、はい、いいメンバー揃いましたね。はい、ということで今日の見どころなんですが、いいは強い日清にゃにゃやはりこれがもうフレーズがね、もうね、多分日清にゃにゃなんて言ってる人もいないかもしれませんけどね、いえいえいえ、でも日清にゃですね、いややっぱ彼はね、うん、まあ、最近は記念回りが多くてね、はい、なかなかちょっと自分の中でちょっとなんかモヤモヤすることもあるらしいんですよ。そうなんですね。でもインセンというのはもう強いですね、うん、はい、まあ、今年のに限るとまあインの一着率は 82% ありますけど、うん、今ねまあ、G1 とか全部含めると14連勝してます。なるほど。ただ、はい、一般戦になると17連勝中、はい、インは強いんですね、はい、ここは新入はね枠なりの3対3で近江選手がまあ4カードになるんじゃないかなと思ってます、はい、さあ昨日 ねこのね西山選手、うん、モーターは 27% というね、はい、まあ、全体的に見れば数値がないモーターなんですけどね、うん、ペラ調整やったそうなんですね。なるほど。前節桐生でちょっとやってみた形のペラ叩いてみたら、うん、出足関係 OK、 もうエンジン勝率以上動いてます、ニシニャって言ってました。ニシニャって言ってました。で本人はねもうね、はい、とにかく優勝したいって。おそれってメモリアルかいって、いやメモリアルの前にこの3週間前にとにかくここを勝ちたい。なるほど。もう燃えて燃えて ね、もう昨日はもうなんか暑い中タオルをねじり鉢巻きのようにね巻いてましたよね。タオルを頭に本巻かれて、ここももうインからスタートねじり鉢巻きイコールスタート頑張っていくと思うんですよね。なるほど。そんでまあ本命、はい、じゃあ西山選手の相手は誰かなと思ったところで、やっぱり先ほどねピックアップ出したモーターで言えばこの近江選手のこのモーターがいいと思うしね、はい、4カードで彼はスタート早いタイプですからね、うん、もう仕掛けていってでもう外前まくる出しという形で、はい、彼が追走一番手じゃないのかと、はい、このね初日のドリームっていうのはね、うん、まだねモーターの気配が分かんないんでね、うん、難しいと思うっていうのは僕いつも言い訳してるんですけど、ね、そんなことはないです。4カードから攻めていく近江選手の2、3着っていうのは、はい、まずこう本戦だと思ってね、はい、1、4、前、1、前、4としました。なるほど。というのが、うん、4が仕掛けていけば外もね展開がありそうだし、はい、先ほどもでした勢いのある中村選手もね、はい、ロックコースでもちょっと3着とか面白そうだし、はい、近江選手が本当に仕掛けていけばもう5と6のね、うん、しかしたら2投もあるかなと思ったのでちょっと1、前、4というのもね加えてね、近江選手と、はい、今回西山選手と近江選手ともう一緒に、うん、もう共に行こう、共に行こうということで、その共に行こうという気持ちが狙い目はなしということで、なしです。もうもちろん1号艇からね、はい、1の頭はね、はい、20通りしかなくてね、はい、その中で8点出してますからね、8通り出してますからね、出してますからね、はい、まあ、もうとにかく西山選手頑張ってください、近江、はい、選手なんとか追走してくださいよという意味の、はい、本命フォーカスを出しました。はい、わかりました。長谷記者がね、もう共に西山選手と近江選手と。さあメンバー見ればね、西山選手、川上選手のね、このコンビでね、うん、もうがっちり打ち方見るとは思うけど、ね、けどこのね、近江選手も気になるし、実は大沢選手も昨日は感じはよ、はい、ね、いいって言ったしね、なるほど。牧選手にバッテン回してるっていうのは、うん、牧選手が言ってるのは、グリップ感というかね、自分の乗った感触はいいって言ったんで、はい、それなら展開つくのが一番いいのかなと思ったんで、牧選手にこの5番選手にバッテン回してるんですけどね。はい、というか初日のドリームからちょっと楽しめそうな、いやもう初日ドリームね、はい、当ててね、うん、夜の帝王になりたい、夜の帝王になりたいですね、爽やかな帝王に。
爽やかですね。爽やかなんですかね。わかんない、はい、ダンディーな感じで。はい、ということで本日の第12レースの発祥地ドリームなんですが、このように展開予想を上げていただきましたので、ぜひ皆様予想の参考にされてレースの方を楽しみください。さあ本日から夜の帝王決定戦6日間で争われますので、はい、ぜひ最終日最終レースまでお楽しみいただければと思います。さあ本日も毎日展望をお付き合いしていただきましたのはスポーツ報知の長谷明紀記者でした。長谷さん本日もありがとうございました。